誰もいないみたいだぜ。クレティア女王もミニアさんのお姉さんもこっちの方にいるはずなのよね、うん、ええ、占いでは確かにそうなんですが。下がれ。何なんだ一体。うまくかわしたようだね。クレティア女王。え、あの人が。おやおや、お前はジャイワールの王子様、牢でおとなしく頭を冷やしていると思ったが。ふん、頭を冷やすべきなのはあなたの方だろう。一体この俺に何の非があるというのだ。わらわは全て知っているぞ。お前たちジャイワールがオレンカと結託して我が国を攻め滅ぼそうと企んでいることくらいな。なんだと。誤解です。私たちはそんなこと。お黙り、薄汚い暗殺者ども。密かに我が国へ侵入しわらわの首を取ろうとしていたのだろうが、そうはいかないよ。牢を出しわらわの部屋に押し入るとはもはや疑う余地もない。ここで一人残らず死んでもらおう。みんな後ろだ。みんな私に続いて。女王様の命を狙うとは不届き千万。覚悟するがいい。その醜い姿、この私が美しく散らせてみせましょう。クロストッパー任せて。試してみるとしよう。さあ、さすらいの踊り子よ。契約に向かってわらわのために戦うのだ。あら、いきなりの呼び出し。あんま、人使いの荒い女王様。うわぁ。そういえば、以前マーニャさんに貸した400ゴールド返してもらわないと。さすが鳥猫さん、商人の意味、お金のことは忘れないんですね。さすが
けど、お楽しみはここからよ。ジャオ様、よろしくね。任せろ。よく聞いとけ。わらわの力、受け取るがよい。まさか。任せて、皆さん、危険です。防御してください。確かに防御するのとしないのじゃ大違いだ。ありがとうな、オミロ。任せろ。今のもの、切り裂け。踏ん張りするのだ。ティア、しっかりするのだ。切り裂け。合流し、任せて。ジバリーナ。さあ、わらわの力。受け取るがよい。ドラゴラム決まった。謝らん。もっともっと頑張れ。ゴミロン、いつもよりたくさん回復してくれてるけど、どうしたの？よくわからないんだけど、やるじゃないの。そういう姉さんこそ。やめたこと。姉さん、これ以上やっても疲れるだけだもの。今回は特別あんたの勝ちってことにしてあげる。所詮褒美で釣った忠誠心など当てにはできぬか。ごめんね、女王様。ご褒美がもらえなくなるのはちょっと惜しいけど、兄弟喧嘩はもうたくさんなのよ。お前もこやつらの仲間だったとはな。かくなる上はわらわが直々に相手をしてやる。おやめください。どうかお怒りをお鎮めください。私は宗主国ゼビオンの戦士オルネーゼ。襲名を受け、この者たちと共にクレティアへやってまいりました。その顔、確かにゼビオンで見かけたことがある。お前がゼビオン王の犬オルネーゼか。クレティア女王、我々がここへ来たのはクレティアを陥れるためでも、女王の首を狙うためでもありません。ジャイワール王を殺害し、オレンカとジャイワールが争いを画策した人物を明らかにするためです。ジャイワール王が殺された。なるほどな。それでお前たちがここへ来たということは、わらわが疑われているということか。我らを捕らえたことがあなたが犯人であるという何よりの証拠だろう。しらじらしいのはその顔だけにしてほしいものだな。そうそう、もし犯人じゃないって言うならなんで俺たちを捕らえたんだって話だよ。だいたいここに来るまでの間だって。ちょっと二人とも黙ってて、まずは女王様の話を聞きましょうよ。わらわがお前たちを捕らえたのはそのような理由からではない。実はな、ジャイワールがオレンカに攻め込むこと、わらわは知っていたのだ。ことが起きる数日前に。未来に起こることが分かっていたということですか？モンスタレア地方から来たある者がわらわの元を訪れ予言したのだ。
数日の後、ジャイワールがオレンカと戦いを始めるだろうと、そして後に和解するだろうともな。もちろんそのような妄言、わらわとて最初から信じてはいなかった。だが放った密偵からの報告は全てそのものの予言通りだったのだ。そしてそのものの残した予言がもう一つある。和解した両国が手を組み、このクレティアを滅ぼすだろうというものだ。なんだそれ。そこへジャイマールの王子であるセザールと私たちがクレティアにやってきた。だから警戒していた女王様は私たちを捕らえたのですね。しかしお前たちの話を信じるとすれば、わらわはかの者の悪意に踊らされていたということになる。けど予言を残したという人物は一体どうやってオレンカとジャイワールに起こったことを言い当てられたのかしら。その前に女王の話が真実だという保証はあるのか。悪いが俺は鵜呑みにはできんぞ。それも最もな話だ。ならばこれからすぐにゼビオンへ向かい、名主様に事の次第を説明するとしよう。お前たちの言うこともわらわの言うことも共に真実だとすれば、世界は今危険な状態に陥っているということだ。各国の王と連携し対策を練らねばなるまい。